株式会社ルマンは東京都渋谷区に本社を置く自動車部品メーカー。1967年設立。当初の社名はルマン商会。主にレース用のチューニングパーツの開発、販売のほか、ダラーラ SF14 など海外のレーシングカーの輸入販売等も手掛ける。またがレージルマン名義でレーシングカーコンストラクターとして活動していたこともある。レース参戦時は チームルマンを名乗る。チーム名の由来は、ルマン24時間レースから、1969年にルマン商会のレース部門として設立。1970年代より日本のトップチームの一つとして、多様なカテゴリーで活動している。フォーミュラレースでは、1976年以降に、全日本海2000選手権からスーパーフォーミュラへと続く国内トップカテゴリーに、 継続して参戦している。特に2002年以前は、レーナードの国内総代理店を務めており、全日本海3000や、フォーミュラ日本において、レーナードの事実上のワークスとして強さを誇った。1991年には、会一デビュー前のミハイル・シューマッハが全日本海3000選手権に、スポット参戦し、1996年には、弟のラルフ・シューマッハが、 フォーミュラ日本の初代チャンピオンになっている。グループ C では実社マシンを開発。また、日産系チームとして、ルマン24時間レースなどにも参戦した経験がある。2000年代以降は、トヨタとの関係が深く、全日本 GT 選手権及びスーパー GT では、GT500 において、スープラ、SC430、RC 回、LC500 を走らせた。 フォーミュラ日本及びスーパーフォーミュラでも、トヨタエンジン勢として参戦した。しかし2020年、GT500 では前年チャンピオンとなったにもかかわらず、両、カテゴリーともチームを引き払うという不可解な幕引きとなった。2021年、かつてルマンにも在籍した、元山明とタッグを組み、チームレモンズ W、元山レーシングとして、GT300 に復帰する。 2012年に野田秀樹が設立した野田レーシングアカデミー高等学院と協力関係にあり、チーム代表の野沼博吉など数人のエンジニアが同学院の講師を務めている。全日本会2 0 0には松本慶治を要して1976年より参戦。松本は1978年に全日本会2のチャンピオンを獲得し、1987年まで、 チームに在籍した。また、海外からジャック・ラフィー、ケケ・ロズベルグ、パトリック・タンベー、リカルド・パトレーゼら海一ドライバーが、スポット参戦し、パトレーゼは1977年のジャフグランプリで優勝した。1980年代にも、ステファン・ヨハンソン、テオ・ファビ、クリスチャン・ダナーなどの F1 予備軍の外国人ドライバーが参戦した。ジェフリース、 エマニュエル・ピロ、ジョニー・ハーバート、ハットリ・ナオキなどが在籍。ロス・チーバーは、レーナード勢のエースとして、チャンピオン争いを展開した。1991年の第6戦菅生には当時メルセデス・ジュニアチームに、所属していたミハイル・シューマッハが参戦し、チーバーに次ぐ2位表彰台を獲得した。シューマッハは引き続き全日本海3,000に参戦、予定だったがすぐに、 会一から声がかかったためこの一戦のみの参戦となった。1996年はロックバンド X ジャパンがスポンサーとなり話題を呼ぶ。初年度はラルフ・シューマッハと服部直樹がチームメイト同士でタイトルを争い、ラルフが初代チャンピオンを獲得。チームもランキング1位となった。1997年ドライバーは ノルベルト・フォンタナとエスティバン・トゥエロのアルゼンチンコンビとなったが、チームノバのペドロデラ・ロサの前に立ち打ちできず、フォンタナが第7戦ウィネで勝利するに止まった。第8戦では、トゥエロに代わって、ミハエル・クルムがドライブし、終盤2戦は、立川雄二がドライブした。1998年は、X ジャパンメンバーであるハイドのレーベル、レモネードが、スポンサーとなり、 新加入の元山明がシリーズチャンピオンを獲得し、チームランキングも再び1位に返り咲いた。1999年ドライバーは本山に加えて山西康二が加入した。本山はトムコロネルとシリーズタイトルを争ったが、最終戦鈴鹿でスタートで接触し、2年連続タイトルを逃した。チームランキング2位。2000年はマレーシア政府がスポンサーになり、 チーム体制も2チーム3台に補充。ドライバーもチームルマンに野田秀樹と井原嵐雄大、チームマレーシアにアレックスユーンとなった。しかし予選では速さを見せるものの決勝では不安定なレースが続き、未勝利に終わった。チームランキングも5位に終わる。2001年再び1チーム2台体制に戻し、ドライバーも井原嵐雄大とアレックスユーンとなったが、 昨年同様予選では速さを見せるものの決勝では、リタイアが目立ち、今季は優勝は、愚かポイントも取れない展開が続いた。第7戦からは、ユーンの F1 参戦に伴い山西工事が復帰したものの、第8戦ミネレの賛成の5位が、唯一の入賞に終わり、ランキング9位に低迷。2002年のドライバーラインナップは、共に2年目のナレーンカーティケアンと、 土屋武のコンビとなった。しかし、開幕直前になって、カーティケアンが急病を理由に欠場。ベテランの影山正美が代役を務め、第3戦からは影山に代わって、ドミニクシュワガーが起用された。土屋は、ドライバーズランキング4位と検討を見せた。2003年当時シアトルマリナーズに在籍していた、佐々木和弘をオーナーとする、チーム22のメンテナンスを担当。 脇坂と一をドライバーに起用し2勝を挙げた。2008年は、元山明が10年ぶりに復帰して、古豪復権を目指すも成果は出なかった。長らく、フォーラムエンジニアリングがメインスポンサーを務めていたが、2008年から、キグナス石油と日本産石油がメインスポンサーとなり、二千十一年から二年間は、加入した大島和也が別のオイルメーカーとスポンサー契約を、 結んでいたため、この2社をスポンサーとする側は、チームキグネス氏の子として、分離独立することになった。2013年から名称が変更された、スーパーフォーミュラへも引き続き参戦。ロイック・ディバルに加えて、前年の全日本海3選手権チャンピオンの平川、両を起用。2013年2014年には2年続けて、チームランキング2位になるなど、古豪復活を果たした。 2015年には平川亮のチームメイトに前年まで会一で戦っていた小林かむよ起用。2020年2月7日にトヨタの体制発表がされたもののエントリーリストに名前がなく3月6日にチームからプレスリリースが発表され KCMG の2大体制をサポートすると発表された。富士グランチャンピオンレースでは1983年に 松本刑事がチャンピオンを獲得。1988年と1989年には、ジェフリースが2年連続チャンピオンとなった。全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権には、株式会社 UP をスポンサーとして、1984年に、自制の LM04C で参戦を開始した。1985年シーズン途中に、LM05C に車両を変更し、 WEC ジャパンでは2位入賞を果たした。1986年シーズンには日産から V6 の VG30 エンジンが供給されるが、LM シャシーではパワーを受け止めることができず、マーチ製の 86G にマシンを変更した。LM シャシーにはトヨタエンジンが供給され、日産、トヨタエンジンでの2カーエントリーとなる。2台体制は翌87年も続き、 WEC ジャパンでは和田隆夫に手によりポールポジションを獲得した。日産のシーカーによる参戦は1991年まで続いた。1993年の鈴鹿 1000km ではミスモとジョイントで日産 R92CP で優勝を果たした。参戦できる間24時間レースには1987年にマーチ86時日産で 初出場した。翌1988年にはニカー体制で参戦した。以降日産のサテライトチームとして1990年まで参戦を続けるが、一度も完走を果たすことができなかった。参戦歴1999年により、ドヌマヒロヨシを監督に、野田秀樹とワインガードナートをドライバーに起用し、スープラで参戦。当初は、エッソタイガースープラを名乗り、 トラをイメージさせたカラーリングをしていた。2000年は前年同様の体制ながらマシン名をエソオルトロンタイガースープラに変更。2001年にドームから脇坂俊一が移籍し、その年よりマシン名がエソオルトラフロースープラになった。この年は脇坂と野田秀樹がドライブ。2002年は野田に代わって飯田明がドライブし、 脇坂と共にシリーズチャンピオンを獲得した。2003年は2勝を挙げるなど、チャンピオン争いで優位に立っていたものの最終戦で失速し、3ポイント差でザナビニスも GTR に敗れる。2004年も最終戦までチャンピオン争いを展開するが、シーズン未勝利に終わる。2005年は前半戦は、新型のスープラの熟成に、苦しみ部長、 後半戦で調子を取り戻したものの、最終戦までに、チャンピオンの権利は残っていなかった。2006年はトムスに移籍したはきさに代わって、片岡達也がドライブすることになった。また、ベースマシンが SC430、スポンサーがエクソンモービルのままだが、マシン名がモービル 1SC となった。エースドライバーを失ったチームは徐々に低迷。第3戦。 富士では、リストリクターの救済により2位を得たもののその他は、予選、決勝を通じてチームは低迷した。2007年はー i が GT300 クラスのレーシングプロジェクトバンドへ移籍し、代わってビヨンビルドハイムが加入、スポンサーもフォーラムエンジニアリングへ変更され、マシン名はフォーラムエング SC430 に変更された。3位表彰台を2回獲得するも、 トヨタワークスとしては、会でシーズンを終えている。2008年は2007年 GT500 チャンピオンの伊藤大輔があるたより移籍し、2010年までビヨン、ビルドハイムと共に参戦することとなる。スポンサーがエネオスに変更され、マシン名もエネオス SC430 になり、オレンジと赤のカラーリングになった。伊藤が第4戦後に番組撮影時の事故で重傷を負い、 大役としていいだが、チームに復帰した。伊藤は、最終戦にて復帰。結果的に、チームとしては3位表彰台1回に終わるなど、低調なシーズンに終わった。2009年は、表彰台に上がれず、厳しいシーズンに終始した。2010年は勝利こそなかったものの堅実に、上位入賞するレースを続け、第4戦を終えて、ポイントランキング首位に立っており、最終戦まで、 チャンピオン争いの中にいた。予選2番手グリッドで迎えた最終戦決勝、スタート前のダミーグリッドに着く際、ピットレーン出口のグリーンシグナルが点灯する1分近く前にコースに出てしまうミスをビルドハイムが犯したことによって決勝レース中に20秒のピットストップペナルティを受け、そのままノーポイントに終わり、チャンピオンも逃した。2011年は、 ビルドハイムに代わって、大島和也が移籍。開幕戦となった第2戦富士で2位表彰台に立ったが、その後は上位争いに絡めずに終わった。2012年は、開幕2戦こそ不調だったが、第3戦セパンにて3位表彰台に立つと、続く第4戦スゴでは、チームにとって8年ぶりのポールポジションと、2003年、第3戦スゴ以来9年ぶりの勝利を獲得した。 2013年は活動を休止するクラフトに代わって参戦することとなったトム・エズに伊藤が移籍することになり代わりにトレードのような形でクラフトから国本雄二が移籍大島和也とコンビを組む第2戦岡山で3位最終戦モテギではポールポジションから勝利した2014年からはベースマシンを RCF に変更した 開幕2戦で2、3位と好調だったものの、それ以降は不調に終わった。2016年は、前年に GT500 を引退した脇坂俊一が監督に就任。ドライバーは、国本雄二が、レーシングプロジェクトバンドーに移籍。トム S から移籍してきたアンドレア・カルダレッリが、大島和也とコンビを組む。スポンサーも、和光 S へ変更され、マシン名は、 和光 S4CRRCF に変更された。2017年からはベースマシンを LC500 に変更した。これに伴いマシン名は和光 S4CRLC500 となった。2018年はカルダレッリに代わってフェリックスローゼンクビストが加入した。2019年はインディカーシリーズへ参戦することが決まったローゼンクビストに代わって レーシングプロジェクトバンドから山下健太が加入した。シーズンでは第4戦隊と第5戦富士500マイルでに連勝を飾るなど8戦中4戦で表彰台を獲得。37号車の平川亮、ニックキャシディ組の追撃を振り切り2002年以来となるシリーズタイトルを獲得した。2020年2月7日に トヨタの参戦計画が発表されるもエントリーリストに名前がなく GT500 から撤退となった。3月6日にチームからプレスリリースが発表され、一つ山と業務提携を行い GT300 に参戦することとなった。過去の参戦歴、ありがとうございます。